中心の都市である2021年今年を、まあ、アタックオールアラウンドって AAA のもともとあったテーマをいつまでも胸に乗って新しい宇野美沙子として、まあ、新しい世界ニューワールドへ行きましょうっていうことを掲げて、アタックオールアラウンドからアプリシエイトオールアラウンドへ宇野美沙子は変わっていきますよっていうことを、まあ、やってったらどうだろう、ボンって掲げてみんながその同じテーマを持って動いていくっていうのは楽しいと思うし、これぐらいの勢いはあった方がいいなとは私も思います、キーワードっていうのはなんかその AAA っていうのを胸にずっとこう変わらずにやってきますよっていうことだと思うから、だから言い方としてはもしかしたらそのアタックオールアラウンドからっていうことではなくて、AAAとともに、なんかこう、っていうプロジェクト名なのかも。アンドか。そうね。とりあえず、AAAを胸にアプリシエイトオールアラウンドプロジェクトにしとこうかな。丸は、A48、A68 ですね。はい、まあ17は普通に、なんてだろう、あの感じはライブ。17なんかチャプリン。なんかこっち系のやつ結構あったじゃん、うんうん、110とか118もそっち系だなって思ったんだけど、その3曲比べた時に、まあ圧倒的にキャッチーかなっていう風な選び方をした、割と明るいポジティブ系の方で、でもこれ変えられないんだもんね、あんまりね。まあ別にプリプロしてする分にはしてみる。どう？ありちゃう。どう、何が気になった、逆に言った。なんかちょっと足りないな、サビが。でもじゃあ別に今の段階でも十分あるから。そうね。バラードが3曲中3いいからね。めっちゃグッときたわけだから、それってなかなかなくって、